すごいわ。だって分かんなくないですか。あ、これはちょっと分かんないね。食品サンプル見極め対決をお二人でやってもらおうか。どっちも美味しそうじゃないですか。見た目的には A の方が美味しそう。なんかあんまり立体感みたいなお腹も立たれちゃって食品サンプル見ながらお腹が鳴るってめっちゃ面白いじゃん。はい、川崎敏夫です。まず今回はですね、食品サンプル見極め対決をお二人でやってもらおうかと。あ、なるほど。ここでも対決するんだね。そうですね。ちょっと本物か偽物かを。あれは分かるっしょ。分かりますか。いや、分かるっしょ、あれは。テレビとかで最近やってるの見るとマッチで分かんないですよ。またまた本当に嘘。本当に分かんないです。前に、要は格付け番組ってあるじゃん、何億もするような盆栽と、チョコレートで作った盆栽、いやそりゃ分かるよと思ってやるじゃん、はい、スタジオ入ってさ、さあどっちが本物でしょうってパッて見ただけにさ、10メートルぐらい先にあるのよあれ。遠くないっていう。香りもあるからかな。さすがにそれはないわけでしょ。近場に行ったら分かるっしょ。ちょっとお二人の力量に。なるほどね。楽しみ。じゃあちょっと早速行ってみましょうか。行ってみましょうか。こんにちは。あ、こんにちは。サンプル屋なんです。早速。天ぷらって。中入ってみてつがい。ありがとうございます。すいません、お邪魔します。早速ですね。すいません、お邪魔します。うわ。なあ、おお、すごい。これ全部サンプルなんですね。すごいわ。だって分かんなくないですか。あ、これはちょっと分かんないね。すごい。これって何で作られているんですか。これ電気です。こういうあの電線のコード。電線のコード。模様とかっていうのは描かれるんですか。これ、これが難しいんです。完璧にできる人はこの職人の中でも一人か、はい、あ、もう職人技って感じなんですね。しかも松さん、この田中さん、川崎マイスターマイスターなんですね。あ、そうなんですか、はい、話は早い。どうですか、実際のこういう職人サンプル見て。すごいね、やっぱね。すごい作りが、すごいですね。しかも田中さんは食品であれば何でも写し取って本物を見ずに色や形を再現しちゃうみたいな。もうこの道60年やってるけど、大体のことは分かります。分かるんですか。いやでもこんな繊細な。この中で一番高いのはこれです。これ15万ぐらいします。え、15万ですか。はい、高っ。しますね。一個一個分解して型入れするので、だから型入れにの材料が高くついちゃうの。これでは簡単です。意外とこの中で安いよっていうのは どうですか。炭かな。炭なんかそれよく見たらすごいことになってる。確かに えらい形になってるよね、よく見たらね。いたずらで作った。いたずらで作ったんですか。魚がもう焼かれたまま、焼かれた状態で散らばってこの上もなんだかよくわからない。あれとか遠目に見たらもううまそうだもんね。もう完全に、うん、ハンバーグもね、あんな段ボールに入ってなかったら。そうだよね、うん、冷凍食品とかで、冷凍食品のハンバーグ、ハンバーグ、こういうのなんて。それをいたずら。これ何盛りよっていう。今テレビでもね、デカ盛りやるんじゃないですか。あ、デカ盛りみたいなありますよね。でも今回これレベルのものをちょっとご用意してますんで、それを見極めるってことだよね、はい、今回のルールなんですが、うん、お二人が舞台がもうそろそろだということをちょっと聞いたんです。そうだね、うん、なので告知をこの YouTube でしていただこうかなと。うん、持ち秒数50秒あります、うん、間違ったら10秒をマイナスされていきます。あ、なるほどね。5問全問不正解だと告知タイムゼロ。ゼロね。さすがにないよ。いや本当ですか。さすがに大丈夫ですか。それは大丈夫だよ、うん、サンプル商品を先に見せてしまったミスだよ。ハードル下がっちゃいました。いや違うんだよ、見方が分かったの。あ、選び方が分かった、うん、本物と偽物。そう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 。まずはい、エビパッと見た感じどうです。
より新鮮というかより立体的に作られてる感じがして、うん、そっちが食品サンプルかなと睨んでいます。あ、なるほどなるほどなるほど、うん、食品サンプルっていうのは一番美しい状態なんですよ。それを見てお客さんが食欲をそそって、あ、これが食べたいってなるでしょ、はい、ってことは一番いい状態なんだわ。かたや逆に本物というのは、はい、多分これ揚げてから時間経ってるんだよね。ちょっとね、下手ってんだわお二人お札をどうぞ。せーの、ドン。 B が本物。正解です。はい、いいやった、はい、いいやったこれを食品サンプルでは作らないよ。だから先に食品サンプルを見せたのは、はい、竹毛のミスだよっていうだって美味しそうなものを作るよねって思ったから、やっぱ美味しそうだなと思ったから、はい、大福。あ、しかもこう形の違うバージョンで出てきたね。本当ですね。でも平たい大福ってで見たことないですけど、魅力的なのは B ですよね。 B だよね、はい、いちご入ってそうだもん。だからそうやって考えると、うん、B が食品サンプルになっちゃうけど、うん、A で食品サンプル作るかな。老舗和菓子屋さんのこういう形のものがあったりとかしたら、うん、その食品サンプル依頼されたら作りますよね、きっと。そうね。でもだよ。でもですよね、うん、ちょっとこれでも見た目じゃ分からんね、うん、リアルに。せーの、ドン。 A A ですね。 A ですか。 A で食品サンプルをわざわざあの形で作んない気がするんだよね。ね、あんまりああいう大福見ないよなっていう、ね、イメージとしては想像しない形ですよね。そう、正解。よし20秒確保20秒確保。よっしゃ、近くで見ても分かんねえわ。え、このこれはどうでした。あ、だから食品サンプルだ。見たことない、これ潰れる。見たことないですよね。見たことない。こちら側のミスなかったんでしょここまで当てられちゃうとちょっと悔しいっすよね。うん、なんか出てクソって思う。ライン見てください。はい、これ微妙だね。これは微妙ですね。オレンジジュース、しかもちゃんとどっちも反射するというか揺れるというか、うん、なんでちょっとプルプル感あるよね。プルプルしてますね。わかんない。これ見た目的には A の方が美味しそう、うん、そうですね、色が濃くて。でもオレンジジュースなくなっちゃった。はいごめんなさい、そのタイミング。ごめんなさい、オレンジジュースごめんなさい。いっぱい食料超受けんじゃん。かわいい。今の撮ってた食品サンプルとしては A の方がなんか見た目が良くて良いですね。いいんだけど、実際に A のオレンジジュースもよく見る。わかります。逆に B がちょっと黒ずんでるわけじゃないけど、うんうん、本当のオレンジジュースってこうなのかな。液体ってなんか難しそうじゃないですか。なんか、うん、液体ってなんかあんまり立体感みたいなものがまたなっちゃってごめんなさい。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいなそれ食品サンプル見ながらお腹が鳴るってめっちゃ面白いじゃん恥ずかしい。どこで見つけたその技っていう。俺やりたいぐらいだわ。操作できないです。難しいですね、これは。これ難しいな。いい？はい。いきます。せーの、ドン！ A、うん、が本物。本物だよね。はい。A が本物。なぜそう思いました？なんかやっぱり A の方が飲めそうな気がする。さっきの流れで言うと A の方が食品サンプルなんだけど、うん、実際にお店で B が出てきたらん？って思うかも。 A でないと困る。確かに。お二人揃って、はい、はい、はい。本物は B です。嘘だうわー、これは分かんなかったわ。飲んだ、ご主人飲んだよご主人飲んだ。あー、やっぱあー、だからこのプルプル感がさあ、あったかい、しかも、はい、あ、本当だ。やっぱゼリーを作る材料。あ、そうなんですか。あ、
さっき1問目2問目とさらっと当てられたことが多分悔しかったのか、最後めちゃくちゃ調整してましたなるほど、こっちの方が透明感があってさすがでございますいやこれはねやっぱこっちの方が美味しそうに見えちゃうから、こっちを出してほしいよね、だからいやこれは外したか、外しましたねこれ外したわ、相当当てられたくないようですあ、そう、はい、いいですか、はい、前に見てください、はい、うわー出た、あークッキーこういうの難しいですよね、でも大きさがまず全然違いますね、クッキーだね、A の方ってあれああいうクッキーみたいのある？私見たことないですね。だけど食品サンプルであれ作る？ここまで来たら作らない気がしますね。ただ商品としてもあれある？私は見たことないです。俺も見たことないんだよね。そもそもね。こっちの食品サンプルはわかるじゃん。はい。クッキーだってわかる。そうクッキーだとかで商品としても美味しそうに見えるし。ありそうだし美しいんだよね、うん、A 出されて私クッキーってすぐ分かんないかも、分かんないよね、よし決めた、はい私も決めました、いきます、せーのドン、あ一緒だ、一緒だ、違うね、合いますね、違うねいややっぱり美しさを取るかなって、分かりやすさを、 B はなんかはっきりと分かりますよね、クッキーだって、そうお二人 A ということで、はい正解です、よし来たよし来た、これすごいわ、お店の店員さんでさえもなるほど、こちら本物か分かんなくなっちゃう、そのお店で買ったものを並べたらもっと難しかったかも、そうだ、うん、だからタケキのなんかちょっとさミスが多いよっていう前向いてください、はい、わこれも難しいわ、これは分かんねえな、でも B の方が鮮やかですよね、色濃いっていうね、うん、どこで見極めればいいんだろう、美味しそうだなって思うのはどっち、むずい、どっちも美味しそうじゃないですかそうどっちも美味しそうなんだよね、なんか B の方がとにかく濃い感じはするするね、で A の方が形が整ってる感じがする、綺麗なんだよね、うん、B の方がボコボコしてるというか、あえてやるかどうかっていうリアル感を見せるか、でも美味しそうなのは俺 B なんだよね、あー濃い方、濃い方、そうですか、今までの流れで言うと美味しそうな方が食品サンプルなんです、そうですよね、うん、決まった、よし、じゃあ本物を、本物を当てるってことだね、はい、本物を見極めてください、せーの、ドン、おお気が合うね、合いますね、全問だね、そうですね、その形があんまり綺麗でないものを食品サンプルとして作るかなって思ったんだよね、 A の方がリンゴとしては完成形って感 じ、まん丸だもんね、 A ね、お父さんはやるな、隣正解じゃん、あ、まあ、正解じゃん正解じゃん形を考えるんです、サンプルの、あ、そうですか、こういういびつなのはダメ、いびつを何十個から寄り出してサンプル作る、作るんですよね、正解ってことだね、よっしゃ、ね、これでサンプル作ったら通らない、通らないですね、ぽいですよね、形は悪いって、ね、千匹屋のリンゴってのはこういう、あ、そうなんですか、へぇ、こんなの売ってない、これだから千匹屋で買ってこいよ千匹屋だよはい、私山口の農家は、舞台オットタクシーダイヤモンドは傷つかないという作品に出演いたします、7月14日から18日までの公演期間となっていまして、場所は、渋谷区総合センター大和田伝承ホールになります、物語はですね、原作のオットタクシーを書かれたこの元さんが原作書き下ろしで、書いてくださって、そしてオットタクシーに出てくるミステリーキスというアイドルグループの、デビューまでのお話、結成までのお話になっています、ぜひ頑張りますので皆様ぜひ見に来てください、お願いします、私松がですね、舞台を、やります、
7本指のピアニストという舞台なんですけれども、そちらがですね、7月の24から7月の31までまで、池袋サンシャインで、公演を行います。ぜひね、劇場に足を運んでいただきたいなと思いますし、難しい話じゃないのでね、ピアニストの家に泥棒が入ってきたという話なんで、楽しんでぜひ見に来てください。よろしくお願いします。意外と難しかったね。難しいですね。俺もっと余裕だと思ってた。でも分析で4問当たったってことだよね。そうですね、私松さんが多分いらっしゃらなかったら、その分析できてないので、多分オレンジジュース的な感じでずっと美味しい方を、美味しそうっていうので選んじゃったかもね。はい、だからあれはもうタケケのミスよ。僕ですか。あ、自分のミスよ。今日は自分に負けたね。はい、俺たちの勝ちだよということでね、野々木ありがとうね。ありがとうございました。お邪魔しました。舞台も頑張ってね。はい、松さんも頑張ります。はい、ということで以上、小武崎登場でした。バイバイ。この方と20周年を語りたいと思います。エグザイルアキラです。自分です。お前らがゲストじゃなくてお前らが盛り上げろって。判決言ってたもんね、もう。はい、みんなで繋いだ20年ですね。そんなね、どうなってほしいとかあるの？ターザンみたいになってほしいです。自分で、はい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 。松本敏夫改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。